皆さんこんにちは。カメラマンの原亀です。よろしくお願いします。今日は深度合成について説明したいと思います。ガンプラの撮影をやってきましたが、やはりピントの、合ってる写真を撮るためにはパソコンでの処理も必要となります。最近、始まった技術でして、ピントの位置をずらして写真を撮ったものを合成してよりパンフォーカスに近づけるという機能になります。いろいろソフトがあるみたいですが、私は基本的には Adobe Photoshop を使っています。ですので、それを使って解説したいと思います。よろしくお願いします。深度合成なんですが、深度合成をやるときにはですね、まあ、被写体深度について、まずは、知識がなければ、なかなか難しいと思いますので、そちらから解説していきたいと思います。被写体深度、まあ、ご存知の方は飛ばしていただいて結構ですが、まあ、改めて、確認したいという方は、どうぞこのままご覧になってください。被写体深度なんですが、F 値と関係しています。F 値の数値が小さければ小さいほど、被写体の、ピントが来ている幅が小さくなりますね。それを被写体深度と言います。被写体深度という言葉と、被写界深度という言葉があります。この二つはほぼ同じ意味です。まあ、使いやすい方を使っていただいていいと思います。私は、被写体深度と呼んでいます。被写体深度なんですが、F 値が、小さければ小さいほど被写体深度が浅くなります。一応ですね、わかりやすいように作例写真をご用意しました。こちらになります。はい。被写体深度が浅いというのはこういう状態です。で、被写体深度が深いというのはこういう状態ですね。で、被写体深度が浅いのと深いのを比べていただくと、片一方にはピントが浅いので、合照している部分が一箇所しかありませんね。もう一つは、ある程度2体の人形にピントが来ていると思います。で、絞り込めば絞り込むほど、F 値を大きくすればするほどピントが来るんじゃないかと思うんですけれども、実はそうでもなくて、レンズによってはですね、深くしすぎると逆にピントが逃げてしまったりする機能というか、そういう特性があるレンズもありますので、そこは注意が必要です。F 値が、32がマックスだからといって、32にして撮ったら、バチバチピントが来るかと言われると、まあ、被写体との距離もあるんですが、そうでもなかったりします。ですから、まあ、自分の持ってるレンズの一番クオリティの高い部分を使って、撮るにはどうしたらいいかっていうのは、ちょっとテストをしてみる必要があるかもしれません。で、深度合成なんですが、ここ5、6年ですね。出てきた、2022年か。今年は2022年ですから、2016年、17年、そのぐらいから出てきた技術になりますね。ですから、ここですね、やっぱ5年ぐらいですか。で、それまでは、煽り撮影ですかね。シフトレンズを使って、で、ピントの奥行きを調節したりとかして、まあ、それでも限界があるんですけど、そういうようなスタイルで、写真を撮ってました。商品撮影も、やっぱり奥行きがあるものは、大きく撮りすぎると、まあ、前回の動画でもお話ししましたが、ピントが逃げてしまうので、なるべく小さく撮ったりして、まあ、工夫して撮影していました。ところが今は、深度合成がありますんで、結構ですね、ピントの位置をずらして撮ったものを後から合成するとパンフォーカスに近くなるという機能がついています。で、深度合成をする際には、2つ注意点がありまして、1つは、動かない被写体の、被写体が動かないということですね。まあ、物撮りだったり、商品撮影ですね。動かない被写体を使うということ。で、もう1つは、フレーミングを動かさないということですね。その2つが、守られていれば、深度合成はソフトがやりますので、比較的簡単です。まあ、その方法も、解説します。ということで、やっていきたいと思います。今回は、またガンプラなんですが、
ザクがバズーカを構えている写真ですね。それを、例にやっていきたいと思います。バズーカの先端にピントを合わせたいんですが、まあなかなかですね、その F 値の値だけではピントを持ってくることが難しいと思います。かといって小さく撮りすぎても迫力がなくなってしまうかなというところで、まあどうするかっていうところが課題になってくると思います。そういった場合にですね、5、6枚、もしくは10枚程度のピントの位置をずらしたものを撮影して、それを Adobe Photoshop で合成するということになります。で、今回は被写体深度合成ですね、について、解説しますが、その後に背景を差し替える。例えば宇宙の背景に差し替えるとかですね、そういうところまでやりたいと思いますので、次の動画では背景を差し替える方法を、解説したいと思います。まあ、とにかくですね、深度合成するには、三脚を使って、同じ、F 値。ですから、基本的には、オートフォーカスは、まあ、使うとしても、AE ですね、オート露出は使わない方が無難かなと思います。だから、シャッター速度と F 値を決めて撮った方が、カメラ任せにすると若干のシフトする可能性がありますので、そこは固定して同じ明るさで撮っていただいた方がいいと思います。で、ロー撮影している場合も現像の時は同じ明るさになるように現像したものの設定をコピーして次の写真っていう風にこうペーストしていって同じ明るさの写真を作ることが、ポイントとなります。